第1回クイズアオーニークイズアオーニー、この携帯アプリクイズアオーニーで僕アオーニーに関するクイズを答えてもらいます。わあ、面白そうるね。よし、頑張っちゃうぞ。それではクイズスタート。ではアオーニークイズ始めていくよ。ベーシックとアオーニのアオオニってランクがあるみたい。アオーニベーシックっていうクイズやろうと。問題1、ミカがアオーニを表現するために言ったのは次のうちどれ？どれだろう。ブドウのような色をした全裸の巨人、真っ青な顔をした全裸の巨人、全裸の巨人、ブルーベリーのような顔をした全裸の巨人。全裸の巨人は全部ついてるんだね。確かブルーベリーって言ってた気がするな。お、合ってた。さすがだな。だって次へ。青鬼をミカの部屋へ連れて行くとどうなる。ミカをおとりにして逃げる。ミカをおとりにするが死亡。ミカをかばい死亡。鍵がかかっていけない。逃げるんじゃない。あ、間違ってたみたい。最初に死ぬのは次のうち誰。そうそう、青鬼って捕まっちゃうと死んじゃうのかな。最初はたけしじゃない。あ、タクロウだった。間違えちゃった。4で死亡した人物の死因は、青鬼に後ろからかぶりつかれる、仲間をかばって死亡、逃げる途中転んでその後食われ死亡。怖いね。実は死んでなかったりする。実は死んでなかったんじゃない。あら、間違えちゃった。青鬼に後ろからかぶりつかれる、ガブだって。ストーリーの終盤、ヒロシが突然言い出すことは、図書室に行こう、寝室に行こう、かゆうま、どうせ夢落ちだろう。図書室に行こうじゃない。あら、間違っちゃった。青鬼がマッチョになるのはいつでしょう。ラスト、ヒロシの死後、ミカの死後。なるわけねえ。僕がマッチョになるわけないんじゃないの。あら、なるんだって。間違っちゃった。次、青鬼がたくさんいる牢屋には何体の青鬼がいるでしょう。5体、7体、8体、10体。たくさんだから10体じゃないの。あららら、ら、惜しいね。7体。ブルーベリー農園だって。次、ピアノに書かれていた数字は何でしょう。こんなの覚えてないよ、適当でいいや。あらら、違った。金庫の番号は次のうちどれ。これじゃない。違った。問題10、ヒロシは自分のことを何と言う。これじゃないの。あれ、僕だって。うわー、 E ランク。10問中1問しか正解できなかったよ。全然ダメです。だって青鬼のくせに青鬼クイズ全然正解できなかった。残念。他にもいろんなクイズがあるみたい。青鬼のゲームで遊んだことがある人は答えられる問題だよ。ちょっともう1問ぐらいやってみようか。今度は青鬼のあやってみよっと。青鬼のあは青鬼 3.0 の問題だね。青鬼 3.0 で青鬼が食べた人の名前は。食って人食べちゃうの。たけし、みか、たくろう。あ、残念。たけしとたくろうだって。次、最後の牢屋で2体よく似てた青鬼がいたよね。さて、似てたのは次のうちどれ。どれだろう。マッチョかな。やったー、マッチョ鬼。スクワットをしていたやつと歩いてたやつだって。
地下で最大何人までいた？死んだ人は含まれないとすると3人じゃない。あら、4人だって。残念。問題4。この中でミカが言わなかった青鬼の特徴は？ブルーベリーと巨人と全裸。いや、でも僕一番最後いい男だったって書いてあるけど、僕いい男だから、いい男って言ったんじゃないかな。巨人だったは言ってないんじゃないかな。あ、いい男だったって言わなかったんだって。ミカ見る目ない。次、ヒロシは何番目に殺される？殺されないんじゃないの？僕って別に殺してるわけじゃないもん、あれ。ほらね、やっぱりね、ヒロシは殺されないんだ。お、終わったよ。お疲れ様でした。Cランクだった。5問中2問正解。正解率は 40%。すごいね。みんなは僕に勝てるかな？みんなもぜひぜひ青鬼クイズ遊んでみてね。クイズ青鬼、今日はこれでおしまい。もし動画を見てる中にこのクイズ全問正解できた人いる？全問正解できた人がいたら、全問正解できたよってコメント欄に書いてね。僕が君にハートマークあげちゃう。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ部の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ部の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ部よろしくメリ。